ナンバーアンダーラインアイファン必見。ニューズウィーク日本版特別号の全貌を公開。ポスターが話題。主要書店で展開中のナンバーアンダーラインアイ特別号を見逃すな。再び手にした雑誌の特別号が、どれほどの影響力を持つか想像できるだろうか。ニューズウィーク日本版の表紙を飾るのは、ナンバーアンダーラインアイというアイドルグループだ。彼らの密着取材記事が掲載されたこの号は、 通常版と特別編集版の2種類のカバーで展開され、各地の書店で大踊り時的にポスターが掲示される。丸善丸農地本店、純駆動池袋本店、紀の国屋新宿本店、ブックファースト新宿店、タワーレコード新宿、タワーレコード渋谷、そして HMV ブックス渋谷など、主要書店でポスターが飾られ、ファンたちはその情報に感謝の意を示している。 発売日にポスターを見に行くことができない地方のファンも、友人からの写真や電子版の先行購入で楽しんでいる。青森県では、1日遅れの発売となるが、待ちきれずに Kindle で先に読んだという声もある。ネット予約をしている人も多く、手元に届くのを楽しみにしている。長年雑誌を購入していなかった人たちも、この特集号に興味を持ち、再び手に取るようになった。 インタビュー記事と写真が非常に興味深く、何度も読み返しているという。その内容は、ナンバーアンダーライン愛の未来を楽しみにしているファンだけでなく、彼らをまだ知らない人々にも届けたいという願いが込められている。地方に住むファンたちは、ポスターを直接見ることができないが、それでも多くの人に見てもらえることを喜んでいる。初めてのダブルカバーという特別な試みが、 ナンバーアンダーライン愛をさらに多くの人々に知ってもらうきっかけとなっている。雑誌が届いたファンたちは、何度も繰り返し読むことでその価値を感じている。予約していた雑誌が手元に届くのを待つ間、電子版を先に購入し、その濃密なインタビュー記事に感動したという声も多い。店頭のポスターを見て、多くの人が、ニューズウィーク日本版を手に取ることを願っている。ファンたちは、 ナンバーアンダーライン愛の活動に対する信念と愛情を改めて確認し、その密着取材記事に感謝している。紀ノ国屋新宿本店で雑誌を購入したファンは、ポスター掲示に気づかず、翌日に見に行く計画を立てている。丁寧に取材された記事と写真に感謝の意を示し、ポスター掲示を見に行くことを楽しみにしている。密着取材記事は、2種類のカバーに掲載され、非常にボリュームがあり、 永久保存版としての価値が高い細かいレコーディングの実況や、キャップをかぶりダンス練習着を着ている姿からは、仕事が始まる緊張感が伝わってくる。根底にあるのは、地面に働きたいという気持ちであり、それを発展させるためには心に沿った作品が必要だったということが明らかになった。この特集を通じて、No.1&i のメンバーたちの努力と情熱が伝わり、 多くの人々に彼らの魅力が届くことを期待している。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、それぞれが個性的でありながらも、共通して持っているのはプロ意識と情熱だ。彼らはただのアイドルではなく、アーティストとしての道を追求している。取材記事では、彼らの日常の1コマやレコーディング風景、ダンス練習の様子が詳細に描かれている。例えば、リーダーの玉木は、 音楽の細部にまでこだわりを持ち、メンバー全員が納得するまで妥協を許さない姿勢が見られる。また、メンバーの勇気は、ダンスの振り付けを自ら考案し、その動きを完璧にするために何度も練習を重ねている。こうした努力の積み重ねが、彼らのパフォーマンスに反映され、多くのファンを魅了している。特集記事には、ファンとのエピソードも多く紹介されている。例えば、 あるファンミーティングでの出来事。玉木がステージ上でファンに向けて感謝の言葉を述べると、会場全体が感動の涙に包まれたというエピソードがある。勇気は、その場でファンと一緒にダンスを披露し、一体感を感じさせた。こうしたエピソードから、彼らがいかにファンを大切にし、ファンとの絆を深めているかが伝わってくる。また、今回の特集号では、メンバーそれぞれのプライベートにも焦点が当てられている。 彼らの日常生活や趣味、リラックス方法など、普段は見ることができない一面が紹介されている。玉城は、休日に美術館巡りを楽しむことが多いという。芸術に触れることで、自分のクリエイティビティを高めることができると語っている。結城は、料理が得意であり、オフの日には自宅で新しいレシピに挑戦することが好きだという。こうしたプライベートな一面を知ることで、 ファンはさらに彼らに親近感を抱くことができる。雑誌の発行に伴い、SNS でも多くの反響が見られた。ファンたちは、自分たちの感動や喜びを共有し、ナンバーアンダーライン愛の魅力を広めるために積極的に投稿している。特に、ポスターが掲示された書店の写真や、雑誌を手に取る瞬間の写真が多く投稿されており、その熱気が伝わってくる。遠方に住むファンたちは、 直接ポスターを見ることはできないが、SNS を通じてその雰囲気を楽しんでいる。インターネットの力を借りて、彼らの活動が全国に広がり、さらに多くの人々に知ってもらえることを期待している。この記事を通じて、ナンバーアンダーライン愛の現在と未来に対する期待がますます高まっている。彼らの努力と情熱、そしてファンへの感謝の気持ちが込められたこの特集号は、 彼らの活動の一環として記録に残ることだろう。これからも彼らの成長と活躍を見守り、応援していきたいと感じる。最後に、読者に問いかけたい。あなたにとって、アイドルとは何だろうか。彼らの活動を通じて、どんな感動や喜びを得ることができるだろうか。そして、彼らの未来にどんな期待を抱いているのだろうか。こうした問いかけを通じて、 ナンバーアンダーライン愛の魅力をさらに深く感じてもらえれば幸いだ。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの努力と情熱、そしてファンとの強い絆は、単なるアイドル活動の枠を超え、真のアーティストとしての地位を確立するための重要な要素だ。彼らの音楽やパフォーマンスに込められたメッセージは、多くの人々の心に響き、共感を呼んでいる。その根底には、彼らが一貫して持ち続ける、真摯な姿勢と、 情熱がある彼らは決して現状に満足することなく、常に新しい挑戦を求め続けている。今回の特集号で特に注目すべきは、彼らがどのようにして新しい作品を生み出し、その過程でどのような困難を乗り越えてきたかという点だ。玉木は、新しい楽曲の制作にあたり、自分自身の限界に挑戦することを常に意識している。彼はインタビューで、 自分の内面をさらけ出すことが怖いと感じることもあるが、それがファンとのつながりを深めるためには必要だと語っている。その言葉からは、彼の強い意志とプロフェッショナルとしての覚悟が伝わってくる。勇気もまた、ダンスの振り付けに対する情熱を持ち続けている。彼は、新しい振り付けを考える際には、常にメンバー全員の意見を取り入れながら、自分のスタイルを追求している。彼のダンスは、 単なる技術の披露ではなく、感情を表現するための手段として捉えられており、そのパフォーマンスには見る者の,の心を動かす力がある。彼の一貫した努力と情熱は、他のメンバーやファンにとっても大きな刺激となっている。また、今回の特集では、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが個々に抱えている夢や目標についても詳しく紹介されている。例えば、 玉木は将来的に音楽プロデューサーとしても活動したいと考えており、そのために必要なスキルを学び続けている。勇気は、世界中のファンと繋がるために、海外公演やコラボレーションプロジェクトを実現したいという夢を持っている。彼らの夢や目標は、決して個人的なものにとどまらず、グループ全体の成長や発展にも直結している。ファンとの交流もまた、彼らの活動にとって非常に重要な要素である。 特集記事では、ファンミーティングや SNS を通じてのファンとのコミュニケーションの様子が詳細に描かれている。玉木は、ファンからのメッセージに一つ一つ目を通し、その声を大切にしていることがわかる。彼は、ファンの声が自分たちの活動の原動力だ、と語っており、その言葉からはファンへの感謝の気持ちが溢れている。勇気もまた、ファンとの直接的な交流を大切にしており、 その場での笑顔や感動が彼のモチベーションとなっている。こうしたファンとの強い絆は、彼らの音楽やパフォーマンスにも大きな影響を与えている。ファンからの応援や反応が、彼らの創作活動を支える重要な要素となっており、その結果として高品質な作品が生まれているのである。ファンとの交流を通じて得られるフィードバックは、彼らにとって非常に貴重なものであり、それが彼らの成長と進化を促している。 このように、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、個々の才能と情熱を活かしながら、グループとしての一体感を大切にしている。その結果、彼らは単なるアイドルグループにとどまらず、真のアーティストとしての道を歩んでいるのである。彼らの活動は、音楽業界に新たな風を吹き込み、多くの人々に影響を与えている。これからも、彼らの成長と活躍を見守り続けるとともに、 彼らの音楽やパフォーマンスを通じて、さらに多くの感動と喜びを共有していきたいと感じる。最後に、この記事を読んだ皆さんに改めて問いかけたい。あなたにとって、ナンバーアンダーライン愛の魅力とは何だろうか彼らの活動を通じて、どのような感動やインスピレーションを得ることができるだろうかそして、彼らの未来にどのような期待を抱いているのだろうかこうした問いかけを通じて、 ナンバーアンダーライン愛の魅力をさらに深く感じてもらえれば幸いだ。彼らの活動がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを願ってやまない。